今回はこのキノコポタージュというのをね、飲んでいきたいかなと思いますけども、キノコポタージュ、確かにキノコの香りと、味わいとして。野菜の味と、ちゃんとしてくる。なかなかクリーミーで、まろやかな味ですね。向こう、非常に落ち着いて、まろやかな味で、キノコの、なんていうの、甘さがじわっと出てると同時に、その甘いね、味がこうじわっと広がってる、まあそんな感じを受けるかなというか、感じで、まあこれもそんな悪くはない味ではないかなというふうに思います。なかなかいい、とろりとしたミルクの、本当に文字通りの味わいで、なかなかいい味を出してるなっていう感じです。どうもありがとう。